はい、皆さんこんにちは。ゴルフタッドです。ゴルフ物理学インパクトメカニズムシリーズ、一番飛ぶヘッド重量は、これは私の書いたインパクトメカニズムチャート。前回の動画ではヘッド重量が初速に及ぼす影響について説明しました。ヘッド重量は初速に直接影響を及ぼすだけでなく、クラブスピードにも大きな影響があります。そしてクラブスピードは初速に対して最も大きな影響力を持ちます。ということで今回は最適なヘッド重量は何かということについてお話ししていきます。それでは行ってみましょう。はい、そして最初に結論なんですけど、まあ、お題はですね、一番飛ぶヘッド重量が知りたいよということなんですけど、まあ、これ答えはですね、軽いほど飛ぶ可能性ありということです。で、この可能性ありっていうのはですね、条件があってですね、この加速度の確保とスピンロフト、中心に当たるリズムの確保ができれば軽いほど飛びます。これが今回の結論。はい、これがですね、前回説明しましたヘッド重量とボール初速の関係で、で、5g でだいたい 0.28m、初速が増えるというのがこれ前回の話で、でそれはなぜかというと、これ初速の式なんですけど、この部分はヘッド重量が増えるとこれ増えるんだね、1に近づくんだね。そして初速が上がるんだけれど、初速っていうのはですね、まあ、この、まあ、クラブスピードとスピンロフトもあるんですけど、まあ、スピンロフト今回話さないんでここなんですけど、クラブスピードヘッドスピードがですね、ヘッド重量が重くなるとですね、まあ、ここ増えるんですけど、ここ重くて下がりますよね。ということは、こう軽くしたらこっち上がりますよね。で、こうこっち下がりますよね。ということでですね、こうヘッド重量とトレードオフの関係があるんですけど、まあ、どの重量が最適かというのがですね、まあ今回のテーマ。はい。そしてですね、じゃあクラブスピードはなんで決まるかっていうとですね、まあこれぶっちゃけ振り方の話なんで、いろんな考え方があるんですけど、まあ、このビデオはですね、ランチャーシステムですね。打者の出力は、ヘッドの運動量というふうに考えて、まあ、これが一定ですと。そうすると、運動量っていうのは MV なので、重さかける速度なので、重さが少なくなった分、速度が上がるよというふうに考えたら、どうかというので作ってみたのが、この表で、まあ、グラフにしてみるとですね、まあ、こんな感じですね。で、まあ、一番標準的な男子筋肉量普通の人で見てみるとですね、200g の時にヘッドスピードだと 42m。これが 195g にすると 43m ちょっと。190g だと 44.21。ということで 5g 軽くするとだいたい 1.1m ぐらい速くできると。はい、そうしますとですね、これでヘッドの重さとヘッドスピードの組み合わせが決まったので、そうするとですね、これをこの式に入れてやると、ヘッド速度とクラブスピードを入れてやると、棒の初速が計算できるのね。で、初速を計算してみたのがこれです。はい、これです。ということで、まあ、これが今回の結論と。このグラフ、ボール重量は、こう、右上がりですね。で、ヘッドスピードは、右下がりですね。なんですが、両方を入れて初速を計算してみると、最終的にはこういう形になる。ということで、まあ、結果的にはですね、まあ、軽い方が重い方よりも初速が出るというのが結論。では、どれぐらい出るかというとですね、まあ、このロフトゼロとかセンターヒットとかいう、一番理想的な条件で打ったという条件で、ということで、5g でだいたい 1.3 メートルぐらい初速が伸びます。そうすると、まあ、飛距離で言うと5ヤードぐらいですかね。伸びる感じになります。はい、条件その1なんですけど、加速度サチュレーション問題ということで、
まあ、軽くして早く触れる場合もあるんですけど、まあ、早くあまり変わらない場合もありますよね。まあ、これ経験的に皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、これなんでかっていう理屈はあるんですけど、まあ、要はですね、このゴルフのスイングってダウンスイングの時間がすごく短いので、この間に間に合わないとダメなんですね。加速度が時間内に使えないと、軽くしても速くならないよというのがこの加速度サチュレーション問題。そしてですね、これ先ほどのチャートに戻ってですね、この初速はですね、クラブスピードの影響が一番大きいんですけど、同じぐらいですね、スピンロフトと、中心に当たる率も影響します。つまりですね、まあ、ちゃんと当たらないとダメってことですね。まあ、ここのですね、学習コストも考えた上で、挑戦してみて、飛距離が伸びるかどうか。ということでですね、まあ、なかなか道は険しいということですね。はい、最後ですね、じゃあ、軽いヘッドが飛ぶっていうことなんですけど、その試し方ですね。で、私はですね、まあ、長尺軽量ヘッドを20年ぐらいやってるんで、まあ、ちょっと実践アドバイスっていうことで書いてみるとですね、まずですね、重りをね、取っ払ってください。そして、同じ量の鉛を貼ってください。で、2g ずつ減らしながらヘッドスピードを測ってください。で、伸びなくなったら、まあ、その長さの最適値です。で、これをですね、シャフトを伸ばしながら繰り返してやってください。で、これでですね、最大のヘッドスピードが出るところが、皆さんの最適なヘッド重量です。でですね、まあ、私の場合なんですけど、私の場合は、48インチで 190g ですかね。これぐらいが一番いい感じですね。で、普段のラウンドとか試合は、まあ、46インチの 195g ぐらいですかね。こんな感じが、私の場合は、実績がありますね。はい、本日の動画以上になります。次の動画は、インパクトメカニズムその3、ボール初速とロフトということで、お話しします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。